どうも、桜井徹です。夜回り、続きをやっていきたいと思います。カスタネットにランドセルになんかいろいろあるな。日本人形だけが浮いている。さて、ポロは見つけたんだよな。ポロの体を見つけてあげることができました。で、肝心のお姉ちゃんだ。お姉ちゃんもそうだ。どこに行きゃいいの？商店街か？橋、工場、林、墓地、墓地、お寺？そんなとこ前行ったわ。行った。商店街からぐーっと行ったよ。どこ行こう？そしたら。池行ってみるか。前回ちょっと何今の。何？ここ何？お！ここはどこだろう？ほんまやで。出口を探さなきゃ。ああ、ここ工場じゃん。開かない。うわ、びっくりした。今のびっくりした。何今の。お、あのよくわからんやつや。え、逃げなきゃいけないの？ああ、びっくりした。何がいるの？大きなコンテナだ。中に入って隠れられるかも。この薄くずっと心臓が鳴ってるのは何？ああ、離れた。はあ、いきなりびっくりしたな。なんなんや。いけない、なんか光ってんで。なのにいけないの。目の前にお宝があるのに拾えないってなんだかな。いきなり、めっちゃいるやん。あの包帯ぐるぐるが。どうしよっかね。あるよ。布の切れ端を拾った。なんかここ上がれるな。上がれんだったら上がってみよう。なんでこんなとこに連れてこられたの。えらいとこ歩かされんね。うっ、えっ、おお、キモ。落ちろ、落ちてしまいました。なんか今回しょっぱながらびっくりすること多すぎるでしょう。なんなのだ。うわっ、キモ。なんや、あれはもう行っちゃいけないのか避けられるのかどっちや。
あ、もう出てこない。なんなのか。また出てきそうね、この脆そうな橋というか通路というかさ、なんか無理くり乗ってくる感じでもなかったわ、すいません。あ、何この子、何この子、悪いやつではないのかな。おい、なんか、うわい、なんか、うわい、うわい、あ、いきなり後ろにいるのは怖いって。今日なんかあったからもう一回行こう。こっち先見て。あれ、なんか怖かったな、今の。あ、なんか工場の新聞を拾った。おお、読んでみよう。赤いクレヨンじゃなくて工場の新聞ってどれだ。工場の新聞がないぞ。あ、だった、あった。この工場が動いてる頃の記事が書かれてる鉄を作ってる写真が載ってる。はー、どうですか。あら、こっちはこっちなんか随分広いな。あ、ここに繋がるのか。え、違うわ、全然違うわ。コンテナがいくつもあるんだな、ここ。あー、工場が広すぎて何を目標に動いたらいいのかがちょっとわからん。まただよ。急ごう急ごう急ごう。はっはっは。もうあと少しだったのに。あいつ早すぎじゃねえか。さあ、はい、あ、お水飲んだの、えらいね、はい、うちのお猫様は水飲んだよと報告をしてくれます。えらいね。じゃあさっきのとこ行ってみるか。なんかあったもんな。あの距離行けるですか。やっぱコンテナの真ん前まで行かないとダメだよな。子供のサンダルゲット。しかも一回死んだらもう出てこないって、なんて優しい仕様なのかしら。まあ死にたくはない。できるならね、生きていきたいね。目が赤い子たちがいっぱいいるところ怖かったな。あそこはもう振り返っちゃいけん感じかな。前のみ見据えて行くべきなんだろうか。多分そんな感じがする。後ろ見ちゃダメなんじゃないかな。絶対に振り返っちゃいけない奴らっているよね。ふう、なんとかなった。まただよ。お、あ、お、あ、あ、いや、なんかこいつ分かった。直線しか動けねえんだ。だから避けてうまいことやれやなんとか逃げれんのかな。ちょっとよく分かりませんけど。でコンテナに隠れない限りは追ってくる系やな。今のところあの子に 100% でやられてんだけど。あ、ここはあれですか、そうっすか。もうやめ
めろよ、お化け同士でコンボとかさ、やめようよ。1対1で行こうさ。そんな連携こっち一人よ。一人でなおかつ女の子よ。だからちょっと端に寄せとくか、この目赤いやつ。これまたコンボ食らう予感。あ、難しいなここ。どうしよう。絶対的にお化けが早い。さっきすごく奇跡的に避けれたんだな。ここの子がさ、いい感じで邪魔だよね。え、そっか、立ち止まってもいかんのか。鼓動が早いときは。ここすげえな。めっちゃデスカウント先輩のお世話になるところやな。常にこの子たちは歩き回ってさえいれば捕まえられないっていうことは分かった。捕まってられないかあんまりウルチョロするのもいかんのかな。ただな、まあ最短距離で行ってもさっき振り返ったらいたからな。ステックの方がいいのか、方向キーの方がいいのか、どっちだろう。うわ、普通に歩いてくるやん。何？ライト当てられると動かないのかな、もしかして。岩のやつのとは逆で、ライトが当たってると動けないんじゃないか。全力全力、ここ角、よし、早いって。もう、じゃあダメなのね、あそこのまっすぐの通路は行けないってことか。じゃあこっちの、やっぱここに誘い込むしかないのかな。お化け同士で、殺しちゃってくんねえかな。そういうのはないのか。よし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 、ここ OK。 さあどうする。避けた。めっちゃ集中したのに。こっちじゃダメってことか。で、なんとか誘導して、あ、先に進もう。これしかないわ。どっちみち追いつかれる。この何、まっすぐしかない通路だと。明かりがないところでさ、実は結構な速度で追ってきてましたって怖かったな。よし。あっ、引っかかった。
何回ここをやりゃいいんだ俺は。ここやべえな、めっちゃ苦手やわ。明かりがついてないとさ、もぎょキュッ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 とね、キュッキュッキュッオッケーオッケー、これでちょっと時間稼いでやる。危ね、何あれ、ここまで広いと意外といけんねん。ここばっかりひどいとね、ひどいじゃない、広いと錆びた小さな鍵ゲット。これなんやねんこれ。おお危ない、いなくなった、いなくなった。この子なんなん、この子ええの。あ、こいつずっと追ってきてる。それはそれで怖いって。あ、ずっと追ってきてる。はあ、怖。地味に怖いあいつ。はあ、怖かった。さて、錆びた小さな鍵どこで使おう。何の鍵なの、錆びた小さな鍵はさ。工場を見つけた錆びついた鍵、煙突と書かれているのをかすかに見つけられる。煙突？煙突か。こっちなんか使うようなとこあったかな。めっちゃくちゃ死んだな。道が広いとさ、どこにいるかがパッと分かんないのが怖いね。あの、どこに向かえばいいのかも分からん。ここから先はいけないみたいが雑。お金かい、もうお金いっぱいやわ。行ってみるか。なんかある。パズルのかけら15。うわっ、びっくりした。今回は驚き要素がいっぱい。絵本拾っちゃったよ。俺が驚くたびにね、お犬様とお猫様がビクッてしてる。すまん。なあ、びっくりポイント多すぎ。こっちは上は？じゃあお金、お金いっぱい落ちてんなここ。モジャオが多いな。突っ切ってみよう。意外といけたな。車だ。もうこいつなんなんの、しつこいしさ。ああ、もうどこからどこまで行ったのかわかんねえ。
狭いところであいつと出くわすと本当やばいな。積むわ。十分避けられる範囲がありゃいいんだけど。ああ。しかもお地蔵さんがないんだよね。ここ全く。中間セーブができない。お金はあんのに。またあそこ切らなきゃいけないのか。さあどうする。こっちでいいの。いなくなった。なんなのか。鍵。これ錆びた小さな鍵。開いたよ。開いちゃったよ。何も見えてないんですけど、またこいつか。どうしよう、これ横通れっかな。通れた。ああこっちは戻ってくる。上に行かなきゃいけない。で、この子にライトを当てたまま移動。オッケー。なになに？正門の鍵あった。これで出られる。この子にライトを当てた。あれ？ちょっと近づいてきてない？これ通れんのかな？これ俺、積んでない？積んでない？これ。いけるわ。よかったよかった。ああ、なるほど。光を当ててる限りは、絶対動かないんだ。なるほど。また出てくんだろ、どうせ。逃げ道なかったよ、そっち。刺さってる。森地をなくしたやつらやん。
古いお守りを拾った。これはお姉ちゃんのお守り。お姉ちゃん、なんとか進んだか。正門ね。セーブします。夜回り、夜の街をぐるぐる回ってたあのお化けにお姉ちゃんもさらわれたことがあるみたい。お姉ちゃんのお守りは強く握られてすっかりくたくたになっています。でも確かにぎゅっと握りしめると何かあったかい気持ちになれるのです。はい、めっちゃ怖かったです今回。ドッキリ要素は、まあ、じわじわとした怖さもやだけど、ドッキリの怖さも怖いよな。はい、ご視聴ありがとうございました。時間がちょうどいいのでここで一旦区切りたいと思います。はい、夜回り、お姉ちゃんは無事なんだろうか。お姉ちゃんのお守りだけ見つけたな。うん、はい、お姉ちゃん見つけることができるんでしょうか。はい、またよかったら続きも見に来てください。ではでは。